グレシャムは、アメリカ合衆国オーレゴン州、マルトノマ軍に属する市で、ポートランドのすぐ東に位置する。市名は、南北戦争の将軍や、アメリカ合衆国優勢長官を歴任したウォルター、クーインティング・グレシャムの名に由来する。2000年の国勢調査における人口は9万205人で、あり、2008年の人口調査センターによる推定人口は10万655人であった。 オレゴン州で第四位の人口規模を有する市である。グレシャム市の成立には条件が課せられ、郵便局と郵便番号の認可が必要とされた。同地の商店所有者の一人が店舗を郵便局にし、郵便局認可後は、郵政長官、ウォルター・クーインティング・レシャムにちなんだ氏名をつけることを申し出た。この時まで、グレシャムは、キャンプグラウンドという名で通っていた。これは、 同地の森林地帯が開拓者が立ち寄ってポートランドに到着する前に心を落ち着ける場所だったからである。郵便局は1884年5月に設立されたもののグレシャムが市として成立するのは1905年である。開拓者の一家に生まれたルイス・シャタックが初代市長に就任した。アメリカ合衆国国勢調査局に調べによれば、 グレジャム市の総面積は57.6キロ平方メートルで、そのうち57.4キロ平方メートルが陸地、0.2キロ平方メートルが水地である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。人種別人口構生年齢別人口構成世帯と家族収入と家計以下のデータは2005から2007アメリカンコミュニティサーベイエステマイツによる。 グレシャム氏の行政は支配人制の議会形態の下で行われている。市長と市議会議員は選挙によって選ばれ、市の立法と政策決定に携わる。議会は日々の都市経営の責任者となる市支配人を任命する。2008年現在、グレシャム氏の市支配人は20年間の市支配人経験を持つエリク・クバルステンである。 クバルステンは2007年8月1日に現職に就任した。市議会は市長と6人の議員で構成され、任期はすべて4年である。選挙は多摩数年の11月に行われる。4で割り切れる年の選挙では3人の議員が選ばれる。4で割り切れない年の選挙では他の3人の議員を及び市長が選ばれる。グレシャム学域となる公立学区は センテニアル公立学区、グレシャムバーロー公立学区、レーノルズ公立学区の3つがある。その他、高等教育機関として、マウントフットコミュニティカレッジが市内にある。週刊高速道路84号線及び国道26号線が市内に通っている。トライメットが運営する、バス交通網、マックスライトレールのほかサンディリアメトロと呼ばれる。 シャトルバスが通っておりサンディまで伸びている。グレシャムの島都市は以下の通りである。ありがとうございます。